本日はステアリズムセカンドドラマライブにお越しいただき誠にありがとうございます。開演に先立ちましていくつかお守りいただきたい注意事項がございます。その1、ライブグッズの使用や感染等はご近所様のご迷惑にならない範囲でお楽しみください。その2、実況や感想はハッシュタグスターリーパレットでお願いします。以上の注意事項をお守りいただいた方から抽選で記念品をプレゼントいたします。詳細はスターリーパレット公式ツイッターをご確認ください。それでは間もなく開演いたします。もうしばらくお待ちください。ステアリズムの成長、そしてその後もぜひお楽しみください。ではでは、ナレーションはみんなのアイドル東雲翔でした。また後でね。みんな、今日は一緒に目いっぱい楽しもうね。またここに立てて、みんなに会えて嬉しい。今日はよろしく。今日はよろしくお願いします。会いたかったぜ。一生忘れられない思い出刻んでやるよ。ふぅ、東野さんかっけー。みんな久しぶり、ずっと会いたかったです。みんなとまた会えて嬉しいよ。最高の日にしてあげるからね。ただいまって感じ。みんな、俺らのこと忘れずに待っててくれた。応援していてくださった皆さん、ありがとうございました。ここに帰ってくることができて感謝しています。それじゃあ早速行っちゃうよ。ステアリズムのライブはまずこの曲から。ほらドキドキしてる、夢見せてあげるよエンジェル。聞いてどうしても今伝えなきゃって胸が震えているんだ。そう、根拠などなくてもいいさ。心が動くまま素直しん Gas, badass, just do it. So kiss しちゃって感じちゃって 1, 2, 3, go.
したい。そ知らぬふりして香り振りまくバタフライ。言ってしたいことをオセロ通りに僕が叶えてあげる。そうまっすぐに見つめ合えば時計は動き出す。欲しいものには手を伸ばせばいいさ。言った手足からほとばしる熱はもう止められない。ただめちゃくちゃに愛してあげるよ。やっちゃって信じてみる方もいいんじゃない。 So called brighter and go turn on your song. Hey! Are you freaking the shy だけじゃつまないぜ。 Peek! I'm popping up! Yo! Boo boo give it up! More and more! So 君と singing dancing more! と放っちゃって We are still rich! Trust me! 魔法の言葉が夢の世界ついてきてる。もっとみんなの声聞かせてください。そう信じ合う想いできっと未来は動き出す。なくせないなら抱きしめればいいさ。カイロンこの船は宇宙まで飛べる。落っこちないようにいやあ、始まっちゃったね。セカンドライブ。陽一くん、どう？どうとは？嬉しいとか、緊張するとかさ、あるでしょ？嬉しいに決まってます。まさかまたこんなに早く、皆さんと会えるなんて。ねえ、今回は前回と違った企画とかもあるからさ。みんな楽しみにしててね。それでは、次の曲に行きましょうか。次はさあどんどん盛り上がっていくよ。スターリーなステージでいつかきっと輝いて満点の笑顔を見つけよう。君が迷路で迷って立ち止まっているのならこの歌を歌おう。悔しさも汗も風になる。君
難しくて、だから迷い道手を取り合うんだ。さあもっと歌おう、君の思いをラララで聞かせて、一緒に叶えよう、重ね合ってラララララ。もっと勇気出して、ありのままそのままでいいじゃん。どんな色だって星になれる。満点の笑顔咲かせよう。君が迷路で迷って立ち止まっているのなら、生まれたての星まだまだ小さい。君を導けるように、僕は歌うよ。みんな一緒に溢れ出した想いを乗せて、逃げたって離さない。俺も走った。
喉乾いた。水くれ水。はい、どうぞ。あ、なんだよ、くれない。すごく楽しくて。さっき陽一先輩たちも言ってたけど、こんなに早く次のライブができるなんて思ってなかったから。同感です。これも全部応援してくれたみんなのおかげだ。待っててくれてありがとう。その感謝も込めて、まずは俺ら3人から。君に星一つ。運命の恋に夢見がちな青春に絶対賛成。恥ずかしがってちゃノリをくれる可愛い顔もったいないでしょ。君に星一つでした。聞いてくれてありがとうございました。次の曲はってこの3人のだったらわかるよな。俺的に次の曲はカイトっぽいなって思う。なんで俺ですか。逆チョコを渡せない男の子の歌なんだよね。なかなか素直になれなくてみたいな。その素直になれないとこカイトっぽくね。なあ、実際どうなわけ？さあ、どうでしょうね。それより俺は、意外と向こう先輩はこうなるんじゃないかって思いましたけど。そんなことねえよ。
俺は男らしく渡すぜ。なあ、僕に振られてもちょっとわからないかな。そんなもどかしさと恋を歌った曲です。聴いてください。そのまま。サイリウムとか手とか触れよう。みんなのことここからよく見えます。今日の帰り、もそのままもなんだか胸がキューってするような歌だったね。聞いててドキドキしちゃった。あとあのバンド風の感じいいよな。あの3人って最初は不思議な組み合わせだなって思ったけど意外とマッチしてるよね。それは俺らもじゃねえか。どうですかね、不思議な組み合わせですかね。それは今からファンのみんなに判断してもらおうか。つうわけで聞いてくれ。この俺指導東也と星野クレハと桜井東馬で、せーの、
ファンタスティックマジック。隠す深い闇
やっほー、次は俺らの番だよ。ほら、カズくんも一言。スバルさん、アドリブでカズに振らないでください。ちゃんと進行通りに。決められた通りにやったって面白くないじゃん。それでカズを困らせていたら意味ないでしょ。どうしよう。僕がうまく答えられなかったから。僕困ってません。兄さんと兄さんのお友達の有住先輩と一緒に組めて嬉しいです。カズいやいいね、カズくんみたいな弟がいて。陽一くん羨ましい。俺もこの3人で歌えるの嬉しいよ。陽一くんは嬉しくないわけないでしょ。スバルさんのせいで本来の進行とずれておかしくなったじゃないですか。歌いますよ、ほら。はい。それでは聴いてください。みんな、この曲は一緒にクラップよろしくね。ワン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 、ダニューダニューデイ。ワン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 、ダニューダニューデイ。そんなつまんないルーティンに慣れて立ち止まっていいの。過去をぎゅっと握りしめた手を伸ばしてみよう。ドキドキはオーバーヒート。錆びついたドア開いてごらん、迷わないのも。ハローハロー、新しい世界。ハローハロー、 Are you ready? 新しい自分。目まぐるしいスピードで地球は今日も回る。繰り返ってる暇はない。前を向いて Here we go。錆びついたドア開いてほら、迷わないのも。
ジティブなスタイルで楽しむんだもんが勝ち。またとない瞬間を見逃さないで、きっと
陽一さんとスバルさんと和幸さんがブランニューデイブランニューウェイとハッピースでした。ブランニューデイブランニューウェイはアップテンポなのに対してハッピースは静かな感じだったけど、夕日さん的にはどうだった？どっちの曲も好きだな。みんな声質も歌い方も全然違うのに、歌うと声の重なり方がすごく綺麗で、9人いるといろんな組み合わせができて楽しいよね。あと組んでないの誰だっけ？僕はクレハ君と指導さんと陽一先輩かな。まだまだいろんな可能性があってワクワクしちゃうね。それじゃあそろそろ次の曲です。この前のライブではアコースティックバージョンを初めて披露しました。その時はバラードアレンジだったから、今回はいつものです。聴いてください。イブニングショー。ひしめき合うこの時代、どこまでも見果てぬ夢を目指すステアリズムの覚悟と、陽一くん固い。はスバルさん、ファンの子が聞きたいのはそういうんじゃないんじゃない？では何だと言うんです？例えば、今までありがとう、これからもよろしく陽一くん。どうかね、
それじゃあ次はこの曲。
どうしたんですか、ユイさん。アンコールの声、ここまですごくよく聞こえてくるなって思って。すげえよな、会場全体が揺れてるみてえだ。はい、今すぐ出て行きたい。その気持ちはわかるけど、まずは水分補給だよ、クレハさん。だな、少しでも体休ませねえと。カズキ、ほらお前も水。カズユキ？カズユキ？カズがどうしたんですか？まさか無理をして倒れそうに。違うんだ。どうしたの？どこか痛い？大丈夫？大丈夫。僕、嬉しいんだ。ファーストの時は夢中であっという間に終わっちゃって。だから今、
んていうのかな、初めて落ち着いて客席とか見れて、僕の作った歌で、考えた瀬取りで、僕たちの歌声で、こんなにたくさんの人が楽しんでくれてるんだって思ったら、胸がいっぱいになったんだ。そっか、よかったね。はい。でもごめんなさい、すぐに泣き止みます。いいって、好きなだけ泣いとけ。お、東野先輩にも伝染してる。仕方ねえだろ、俺だって今日ステージに立って胸の奥がグッてなってよ。そうですね、ファーストの時と同じくらい、いえもしかしたらそれ以上に。泣いてもいいけど、みんなの前に立つ時目が腫れちゃうよ。はい、冷たいタオル目に当てて冷やして。せっかく待っててくれたみんなの前に立つんだから、最高の自分でいなきゃね。ありがとう。クレハ君、前は手を握ったら緊張がほぐれたでしょ、だから涙を止めるならハグかなって思って。いいっすね、俺も。みんな仲良しだ。何言ってんだ、お前もだろ。ちょっと髪の毛のセット崩れちゃう。さすがに暑いですよ。いいんです。あ、辻君たらこんな隅で一人何してんの、余韻に浸っちゃってる。あっち行かなくていいの、みんな楽しそうだけど。有泉先輩こそ。いや、俺のキャラじゃないでしょう。そのセリフ俺もそのままお返しします。有泉先輩、俺今すごく楽しいです。今までも楽しかったけど、心のどこかにあいつの顔がちらついてた。だけど今は自分のためだけに歌って踊ってアイドルをやっていける、それが嬉しいんです。そっか、これも有泉先輩のおかげです。いや俺は別に。そうまっすぐ言われると照れちゃうななんて。でも有泉先輩、あいつに何か言われたりしてないですか、それだけが気になってて。ないない、安心してよ。後継ぐって言ったけど今すぐじゃないし、そもそも後継ぐからってステアリズムやめるとかもしないし、みんながステアリズムでいてくれる限り俺もここにいるよ。それってカイトとスバル先輩に突撃。よっしゃ。うわー、ちょ、なに二人だけで何コソコソしてるのさ。熱い、やめろ。あ、そろそろ時間。目腫れてないかな、大丈夫かな。うん、大丈夫だよ和幸。それでは今日は部長と副部長にいつものお願いします。俺らでいいんですか。よっしゃ任せろ、行くぜカイト。みんなで一つの光に、ステアリズムライトアップ。みんなアンコールサンキュー。声ステージの裏までバッチリ届いてたぜ。そのアンコールにお応えしてファンサタイムだ。ほら、手とかサイリウムとか触れよ。客席全部見えてっからな。うおー、トーヤさん、俺もこっち向いて。何言ってんだよ、お前はする側だろうが。にしてもやっぱライブはいいな。こうやってみんなと会える瞬間って本当にかけがえなくってさ。俺、みんなに応援してもらって自分のこと好きになってく感じするんすよね。だって俺が嫌いな俺のことファンのみんなに好きになってもらえるわけないっつうか、それは違うっつうか。だから俺、今の俺のこともみんなのことも大好きっす。
ちろん東野さんも。当然全員愛してるぜ。キャー、東野さん。って陽一先輩にそろそろ終われってジェスチャーされてるんで。それじゃあアンコール行くっすよ。みんなまだまだいけるよな。聞いてくれ、ギブミーファイブ。ギミギミファイブビートステアリズム。スタリパリナイ、残りの力は全部出せよ。カモン急上昇準備 OK。 ドリップしちゃう君に夢中かも。Hey you 眩しいね、ドキリ感情クラッとするような視線。どんどん急接近バッチリ順調。ロジックはなし思うがままにて。行動者でいけない標準じゃストーミー。召喚信じてアプローチ。ときめきは期限付きなの。ここにいられることがね、俺すごく幸せなんだ。ここに立つのは星野クレハの夢、俺の夢。これからもまだまだこの夢叶えていくよ。サイリウムでみんなのキラキラな星見せてください。それでは聞いてください、星の花。
一人見上げた空に光、君は微笑むようにそこにいた。皆さん、今日はありがとうございました。私とスバルさんはこれからもステアリズムとして活動を続けていきます。卒業しちゃうと思った？残念。俺、ステアリズムのこと大好きだからさ。これからも一層努力を続けて。だから陽一くん、硬いってば。では、私も皆さんのこと大好きですよ。追いかけ合う仲間の声、消えた公園で今日一日の後悔をなぞってみた。もう少しうまくやれたはずだとか、そばで繰り返す言い訳とか。ありがとうございました。ステアリズムでした。
ありがとうございました。皆さんのこと大好きですよ。だってかっこいい。スバルさん、いい加減にしないと怒りますよ。でもあの時の陽一先輩すっごく素敵でした。俺ドキドキしましたもん。でも、終わっちゃった。やだよ、もっとステージにいたい。まあけど次はリープオーバーだからな。西倉くんのステージこんなに近くで見られるんだ。兄さんと有住先輩もその後頑張って。ファンのみんな絶対驚くぜ。鳥が陽一先輩とスバル先輩のリスタートなんてさ。二人で歌うのってなんか新鮮っすよね。俺も楽しみっす。みんなが喜んでくれたらいいんだけどね。スターライブ優勝と二人の高校卒業記念アンドこれからも続けていきますの全部を込めてるんだもん。喜んでくれるよ。はい、すべての気持ちを歌で皆さんに伝えてきます。よう、お疲れ。西倉くん、次は俺らだ。お前らのファン全部奪うつもりでステージに立ってやるからな。あと先ほどはこいつの挨拶ができなくてすまなかった。と言っても自己紹介はいらないだろうが、改めてうちの4人目です。ヤッホーン、しのめ会長。え、どうしてあなたが。あ、サプライズ大成功。会長、いつリープオーバーに入ったんですか。スターライブの時は4人目って違うやつだったっすよね。うんうん、みんなが疑問に思うのも無理ないよね。俺もびっくりだもん。いろいろあってね、特例って形でリープオーバーのオーディション受けさせてもらったわけ。そしたら見事メンバーになれちゃった。会長、うんうん、元会長、まあ天才だからさ。別に特例なんて珍しくないでしょ。陽一くんとスバルちゃんだってそうなんだし。けど陽一先輩とスバル先輩はステアリズムを続けるって形だし。うちは実力主義でな、そのあたりは問題ない。まあその場合はよほどの方でないと無理なんですが。スターライブに出てた子には申し訳ないんだけどね。でもこれがここのやり方だからさ。そろそろ行こうぜ、観客が待ってる。おい、ゆうき。な、何？見とけよ、俺らのこと。スターライブで優勝は逃したが、実力では負けてねえってとこ、見せてやるからな。ああ、そうそう。陽一くん、スバルちゃん。何？しのくん。あともう一個サプライズ。ごめんね、二人の出番奪っちゃうね。じゃあステアリズムくんたち、元会長の花江からデビュー見守っててね。お前本当にあいつらに何も言ってなかったんだな。マジで驚いてたじゃねえか。性格悪いですね。そう？びっくりした顔見れるの楽しいじゃんね。それより東雲、言っておくがサプライズにしたいからとリハーサルにも出なかったんだからな。何か一つでもミスをしてみろ、リープオーバーにはもういられないと思え。ジンさん、本気で言ってますからね。まさか本当にリハーサルにまで顔を出さないとは思いませんでしたよ。言っとくけどジンさん、お前の代わりを連れてこようとしたんだからな。予定合わなくて無理だっただけで。本当にごめんってば。大丈夫、ちゃんとやるって。俺の実力みんな知ってるしょ。何せいきなり正規メンバーになれたくらいなんだから。ちっ、うぜ。冗談じゃん。でもうん、ほんとちゃんとやるよ。みんなが見てるからね。なは、意外、緊張してる？この俺が。ここが陽一くんたちが立ってた場所、これから俺が立つ場所、初めて見つけた好きなもの。もう手遅れかと思ったけど間に合った。陽一くんと一緒には立てなかったけど、だから代わりに
もらうね。では、行くぞ。はいはい。ステアリズムが出てくると思ったか。ここからは私たちリープオーバーの時間だ。ゲストとして呼んでもらえて嬉しい限りです。ですが、ゲストだからって容赦しねえぜ。奪ってやるくらいの勢いで歌ってやるからな。目離すなよ。さすが天下のリープオーバー。ああどうもどうも、影慣れも務めてました篠の名将です。リープオーバーに入ったのは最近なんだけど、あはよろしくね。西倉太夫だ。てめえら声出してけよ。北条翼です。以後お見知りおきを。名取仁だ。今からの時間はこのリープオーバーがもらっていく。ついてこい。それでは聞いてください。リスタート。ボーボーということで、今回は彼らの歌をカバーさせてもらった。みんなびっくりしてくれたかな。こういうのも意外と楽しいものですね。
歌うグループが違うと雰囲気も変わると言いますか。ま、次は俺らの曲聴かせてやるよ。俺らだけがあいつらのカバーすんのもなんか不公平だろ。リープオーバー、私たちの名前もよければ覚えていってほしい。それでは今日は素敵な時間をありがとうございました。それじゃあね。ステアリズムセカンドドラマライブにお越しいただき誠にありがとうございました。いやステアリズム良かったね。そしてそしてゲストのリープオーバーとサプライズのリスタートはどうだったかな。俺がいてびっくりした子もいたりする。あはそうだったら嬉しいな。俺がリープオーバーに入った経緯とかそのあたりはまあおいおいね。というわけでライブの感想はハッシュタグスターリーパレットでお待ちしてます。あっとこれも言わなきゃ。この後期間限定のアト物販で新規イラストを使ったグッズや今日の音源が出るから買い忘れないでね。詳細はスターリーパレット公式ツイッターで確認よろしくお願いします。以上リープオーバーの東雲翔でした。また会おうね。バイバーイ。